あ、質問いいですか？うん、まずあの岡田さん、先ほど途中まで良かったという話あったと思うんですけど、リスク管理も含めて、その後半日本にもっとこうしてほしかったなって岡田さんが思われるポイント、特にどこがあるでしょうか？あ、途中まで良かったって言ったつもりなかったんですけど言ってましたよ。言ってました。あ、そう。